マニカルニカジャーンシーの女王は2019年に公開されたインドの歴史ドラマ映画、インド大反乱の女性指導者、ラクシュミー・バーイーを描いている。ラーダ、クリシュナ・ジャガル・ラームディとカンガナー・ラーナウトが共同監督、KV、ビジャイエンドラ・プラサードが脚本を手掛け、カンガナーが主演を務めた。2019年1月18日に、 ラシュトラパティバンで特別上映が行われ、インド大統領ラームナとコービンドが出席した。上映終了後、コービンドはスタッフとキャストに対して祝辞を送っている。同月25日にヒンディー語、テルグ語、タミル語版が50カ国3700スクリーンで公開された。映画は国際市場で広く受け入れられ、批評家から絶賛された。 バーラーナシーで生まれた少女マニカルニカは、マラーター王国の元最相バージーラーお二世と、ジップモールパントの教育を受け、バージーラーお二世の住むビトゥールで育った。成長したマニカルニカは武芸に秀でた女性となり、ジャーアンシー藩王国の大臣、リクシトから、藩王ガンガーダルラーオとの結婚を申し込まれる。結婚を承諾したマニカルニカは、ジャーアンシーの人々に祝福される中で、 ガンガーダルから新たにラクシュミーの名前を授けられる。同じ頃、イギリス東インド会社と結託して、反王位を狙う王帝、サダー支部はイギリス軍将校たちと陰謀を企わだてていた。反王妃となったラクシュミーは、王宮ジャーン氏以上にとどまらず、領内をめぐり、サングラムシンやジャルカリたちとの出会いを通し、領内を我が物顔で振る舞うイギリスの姿を目の当たりにする。 そんな中、ラクシュミーは王子ダーモーダルを出産するが、ダーモーダルは溶接し、夫、ガンガーダルも病で衰弱していく。息子を失い悲観にくれるラクシュミーに対し、ガンガーダルは併合を目論むイギリスから、ジャーンシーを守るため、養子を迎えようと提案する。養子には、サダーシブの息子が決まっていたが、最終的に養子になったのは、ラクシュミーの側に歩み寄った。 別の子供だった。ガンガーダルは、養子となった子供に、ダーモーダルの名前を授けるが、決定に反発したサダーシブはラクシュミーへの服従を拒否して、国外追放される。数ヶ月後、ガンガーダルが病死してラクシュミーが殺政として、ジャーンシーの国事を掌握するが、イギリス東インド会社は、執権の原理を口実にジャーンシーの併合を、画策する。 総督ダルハウジー公爵の指令を受けたゴードン少将の部隊が王宮を制圧すると、ラクシュミーは復従を拒否して王宮を退去する。退去する彼女の元にはジャルカリたちが集まり、ラクシュミーは群衆を引き連れて野に下った。1857年、インド大反乱が勃発し、ジャーンシーではサングラムシンが放棄してイギリス軍本部を攻略し、 ゴードン少将を殺害する。駆けつけたラクシュミーは、ゴードン少将の妻子を保護するように指示して、王宮を奪還するが、妻子は、イギリス東インド会社に身を寄せていたサダー支部によって、殺害され、ラクシュミーの犯行に偽装される。総督カニング卿は、本国政府に打診して、ヒューローズ卿を司令官に迎え、ラクシュミー討伐の指揮を命じる。イギリス軍の攻撃に備えるため、 ラクシュミーは、ジャーンシー軍の他に、女性たちを集めて、訓練を始める。ローズ卿は、ジャーンシー城を攻撃するが、ラクシュミーの反撃に相敗退し、ローズ卿はラクシュミーへの接続を誓う。彼は、サダーシブの情報をもとに城壁を破壊して、ジャーンシー城内に侵軍し、圧倒的な兵力差で城内を攻略する。ジャーンシー軍は、ガウスカーンが戦死し、ラクシュミーは、 ダーモーダルを連れて城を脱出する。ジャルカリは、時間を稼ぐためラクシュミーに奮して、オット・プーランと共に、イギリス軍の注意を引きつけ、イギリス兵を巻き添えに爆死する。一方、ローズ卿は、用済みとなったサダー支部を拘束する。カールピーにたどり着いたラクシュミーは、剣術の師であるタンティア・やトーペイと合流し、クワリアル城を無血解除して、マラーター王国の最高を宣言する。 ローズ卿は部隊を増強して、クワーリアルに進軍し、ラクシュミーは、次女、カシバーイーに、ダーモーダルを託して、決戦に挑む。ラクシュミーの部隊は、イギリス軍の大軍に圧倒され、ラクシュミーも狙撃され、重傷を負う。ラクシュミーの首を狙い、ローズ卿が迫る中、彼女は、戦士としての気高い死を選び、自ら炎に身を包む。大反乱鎮圧後、 降伏したダーモーダルは貧困と病気に苦しみながらも1903年まで行き、サダーシブは1870年に処刑され、戦死したガウスカーンはジャーンシー城に埋葬された。ローズ卿は後に自助伝を執筆し、ダクシュミーの武勇を称賛した。カンガナー・ラーナアウト KV、ビジャエンドラ・プラザードは、ダクシュミー・バーイを主人公とした新作映画を制作するため、 歴史映画の監督実績があるクリシュにオファーを出した。オファーを受諾したクリシュは、ラクシミーバーイーに関する20冊近い書籍を読んで、理解を深め、ビジャエンドラプラサードに対して、マニカルニカというタイトルを提案して採用されている。プロダクションデザイナーとして、スカント・パニグラヒー、シュリラーム・アイエンガル、スジート・サワントが参加している。シュリラームとスジートはバージー・ラーオート、 マスターニーを描いた、バジラをマストニーでもプロダクションデザイナーを務めている。サウンドトラックの作曲は、シャンカル・イフ・サーン・ロイ、作詞は、プラス・ウン・ジョー・シーが手掛け、映画音楽の作曲は、サンチット・バルハラとアンキット・バルハラが手掛けている。2018年10月から主要撮影が始まり、ハイデラ・ワードでは大規模な戦闘シーンが撮影され、この他に、ジャイプル・ジョードプルなどでも撮影が行われた。 ポストプロダクションの作業中、クリシュは途中から NTR、キャサニア・クーデュの撮影に取りかかるため制作から離れた。彼によると離脱後は助監督が撮影を引き継ぐ予定だったが、突然主演のカンガナー・ラーナアウトが監督を引き継ぎ、共同監督としてクレジットされることになったという。当初のクレジット順は、クリシュ、カンガナー・ラーナアウトだったが、最終的に、 カンガナー・ラーナー・ウとクリシュの順に変更された。また、クリシュのクレジット名は宣伝ポスターの時点ではクリシュだったが予告編では彼に無断で本名のラーダ・クリシュナ・ジャガル・ラームディに変更されている。カンガナーは監督を引き継いだ際に大幅な再撮影を行い、サダーシブ役を務めたソ入数スードの登場シーンをすべて削除し、代わりに モハメット・ジーシャン・アイユーブをサダーシブ役に起用して再撮影を行った。このため、ソーヌ・ウスードは降板することになり、同時にサダーシブの妻役を演じたスワティ・センワルも降板した。また、アトゥル・クル・カルニーやダニー・デンゾンパ、スレイシュオベロイ、クル・ブーシャン・カルバンダー、ミシキなど他の主要キャストの登場シーンも大幅にカットしている。クリシュによると、 完成版の70%は彼が撮影したシーンで構成されており、歌のシークエンストラクシュミーが虎を射抜くシーンは自分が撮影したシーンではないと語っている。彼はカンガナーの再撮影について私は純金を作った。彼女はそれを銀に変えてしまったと不満を述べている。2018年8月15日に最初の映画ポスターが公開され10月2日に 短編予告が公開された。12月18日には長編予告が公開されている。2019年1月4日にはタミル5番、テルク5番の映画ポスターが公開され、同時に二言5番の予告編がチェンナイとハイデラバードで公開された。同月9日には映画音楽がリリースされ、同日にはビデオソング、ビハイジェボバ、11日には YouTube で、 映画音楽の全曲がリリースされた。また、g スタジオのフェイスブックページで場面写真が公開された。マニカルニカジャーンシーの女王は、中央映画認証委員会から UA 認証を受け、2019年1月25日に公開された。映画は、ヒンディー5番、タミル5番、テルク5番のミコト5番が50カ国3700スクリーンで上映されている。 デジタル配信権はアマゾンプライムビデオが4億ルピーで衛星放送の権利は2億5000万ルピーで購入している。劇場配給の権利は6億5000万ルピーで売却された。マニカルニカジャーンシーの女王は公開初日の国内興行収入は8750万ルピーを記録した。公開2日目は 共和国記念日と重なり、工業収入は1億8100万ルピーを記録している。公開3日目の工業収入は1億5700万ルピーを記録し、公開初週末の累計工業収入は4億2550万ルピーとなり、女性を主人公とした映画作品の歴代公開初週末、工業成績を更新した。 公開第一週の工業収入は6億1150万ルピーとなり、ボリウッドハンガマの発表では、国内累計工業収入は9億2190万ルピー、海外累計工業収入は2億4110万ルピーとなっている。最終的な合計工業収入は13億2950万ルピーとなっている。KV ビジャエンドラプラサードサウンドトラック発表イベントに、 出席するアンキターローカンデー、カンガナーラーナーアウト、ミシティロッテントマトズには9件の批評が寄せられ、支持率56%となっている。タイムズナウのシバージーロイチョーダリーは4、5の星を与え、全体的にマニカルニカジャーンシーの女王には多くの秀逸なシーンがあり、スクリーンに釘付きにさせる十分な情熱が存在します。 カンガナーのジャーンシーのマニとしての演技には大変な価値があります。共和国記念日を愛国的に感じ、視覚的に素晴らしい映画を見たいと思っているならば、友人や家族を連れてこの映画を見ることで楽しい、ひとときを劇場で過ごせるでしょうと批評している。ボリウッドライフのトゥシャール・ピー・ジョーシーは3.5、5の星を与え、カンガナーラーナーウトは、 戦姫ラクシミーバーイーの実話の物語で素晴らしい演技を見せてくれますと批評した。同時に上映時間の長さを問題視し、さらに編集と歌のシークエンスを批判している。デイリーアナライスのミーナイアールは4、5の星を与え、カンガナーについて勇敢な心を持つ女王。主人公と共同監督という2つの帽子をかぶったカンガナーは両方の分野で、 一定の成熟度を示していますと批評し、助演俳優については短い出演時間の中でも注目に値する演技を見せたと批評している。映画全体については、その華麗さと戦争シークエンスのディテールは脚本に品質を与え、そのスケールに魅了されます。バーフバリシリーズを書き上げた KV。 ビジャイエンド・ラ・プラサードは物語を魅力的に盛り上げ、プラスウーン、ジョーシーは愛国心を燃え上がらせるようなセリフと歌詞を書きました。ビハイジェ・ボーバやワーグのような曲は民族主義的感情を書き立てます。戦争シークエンスはハリウッドから招いたニック・パウエルとトドおるラザロフ、そして弟子のアクションコーディネーターであるリアズとハビビによって上品に飾り付けられていますと称賛している。 The Times of India のローナクコテ固チ茶は3.5、5の星を与え、カンガナーの演技をすべてのフレームであなたの注意を引きつけます。カンガナーは容易にマニカルニカを生き返らせたと称賛している。一方、助演俳優の埋没感と映画の前半が長すぎることに苦言を呈し、映画には壮大さがある反面、必要な豪華さと策略が欠けていると指摘した。また、プラスーン。 ジョーシーのセリフはインパクトが強く、映画音楽も力強いと称賛したが、上映時間の長さについては、物語のペースを弱めるように感じたと指摘している。ハリージ・タイムズのアニタ・アイアールは3.5、5の星を与え、カンガナーの単力がある激しい演技は、彼女の役に正義を与え、映画は時代の暴力の闘争を繊細に描いていると批評した。彼女は映画が、 観客にフェミニズムを強制せず、その考えを物語や事件の中に自然に織り混ぜている点を称賛している。また映画は視覚的には豪華さに欠けるが力強いセリフ、優れた脚本と演技によって欠点を補っていると指摘した。助演俳優の中ではアンキター・ローカンデーの演技が際立つシーンが所々にあり、 シャンカル・イフサー・アンドイの曲も力強く人々を奮い立たせ、終盤近くでよく使われていると批評している。アヌパマ・チョープラーは3、5の星を与え、カンガナーの演技を高く評価したものの、脚本が助演俳優にキャラクター性を構築する機会を与えていない点、及び低水準な CGI の仕様と2時間28分という許容しがたい上映時間の長さを酷評している。 ザヒンドゥーのナムラタジョーシーは、マニカルニカジャーンシーの女王では、ラガーニや、ランデ、バサンティのような創意工夫、インスピレーション、またはイマジネーションが提示されていないと批評している。タラン・アダルシュは3.5、5の星を与え、スケールとソウルを持つ、感動的な映画。カンガナーに敬意を払う、あなたは素晴らしい。映画前半はよりタイトになっている。映画後半は異形の念を抱かせる。 クライマックスは素晴らしいです。力、誇り、愛国心、すべてが揃っていると批評している。ラーフルアイジャズは3.5、5の星を与え、エクスプレストリビューンに批評を寄稿して、カンガナーの女優、共同監督としての役割を高く評価し、映画はワンウマン賞であると述べている。カンガナーとプロデューサーのカマルジャインは、カシミールの女王ジダを主人公にした、 マナカーニカリターンズザ・レジェンド・オブ・ディーダの制作を発表した。制作関係者によると、実在した女性の英雄を題材にした映画のフランチャイズ化を目指しているという、ありがとうございます。